そう、え、ちょっと待って、そうだ、みんなに言いたいことがあったペコなんだ。149万人ってさ、チャンネル登録者のバグってんだけど、ペコちゃんの。いや、なんかさ、149万人ってみんな言ってくれて、ペコアロもチャンネルのところ行くと、チャンネルっていうか、そう、みんなが見えるね、チャンネルのところ行くと149万って書いてあるペコなんだけど、ペコラのその、なんていうの、YouTube スタジオだと、え、なんか148万、今何ぐらいだ ?7000 円ぐらいで、いや、この前、なんか一気に3000減ったの、なんかわかんないけど、昨日か一昨日ぐらいに、いや、昨日ぐらいに、なんか3000人一気に減ってて、そうそう、なんか耐久のね、しどころがわかんねえペコ、え、これどうなってんのみたいな。え、そうそう、なんか多分みんなが見えてるチャンネルのところだと104、そのバグどっちがバグかわかんない、ペコだけど、そのみんなが見えてる方だとペコーラの消えた3000人がまだいる状態ペコなの。そう、けどペコーラが見てる中では3000人消えてんの、一気に一夜にしておい、なんでペコーラなんかやっちゃいましたか。皆さん、3000人もの人たちをあのチャンネル解除させられるほどの何かしましたか。もしかしてペコちゃんがさ、あれですか、ちょっとあのなんだっけ、1日休んでたからペコですか。やめてください、そんな1日ぐらい休ませてくださいペコだよ。それで3000人消えたら悲しいっちゃもんじゃないペコなんですけど、どういうこと。異界送りにペコーラバレた。ペコーラ実は召喚師なんだよね。実はバレました、召喚ねえ、やめて、ペコーラのリスナーさんに死人がいるってことでしょ。なんでとどまってんの、あんたたちは。何の強い思いがあってとどまってんの、ここに。早くさ、上部天国行ってください、もしいるならね。もしいるなら、わ、もしかしたらいいかな、ペコーラの配信が見たい、そんな強い思いかな、あれなのかな、とどまってくれているのかもしれない。天国でも見てくださいね。悲しいから、1日一夜にして3000人一気に消えることは。ペコーラもあれ、なんか私やっちゃいましたペコですかって感じだから。でもなんかそう、ペコーラ昨日149万人おめでとうみたいなの見た時に、あれ、バグ、どっちがバグなんだろうみたいな。後々みんなが見えてる方も修正されるんかわかんねえやみたいな感じでした。あ、みんなでもありがとね、149万人本当にありがとうペコ。多分みんなが見てる方が真実だと思いたい。よし、